カッサラカッサラは、スーダンの都市、スーダン東部に位置し、エリトリアとの国境に近い、カッサラ州の州都である。標高529メートル、人口23万4622人。以前は、鉄道の運行の中心だったが、2006年から鉄道は運休している。西400キロメートルのところにある首都ハルツームと北のポートスーダンとを結ぶ高速道路上に位置する。 交通の要衝である。カッサラは1840年、オスマン帝国のエジプト不幸であるムハンマド・アリーの軍によってエチオピアに対する軍事拠点として建設された。1885年にはマフリーの乱が起き、カッサラはマフリー軍によって占領された。1894年にはイタリア軍がこの町を占領し、イタリア領エリトリアに併合したものの、 1897年には再びエジプトに返還され、以後1956年にスーダンが独立するまでアングロエジプトスーダン領となっていた。1940年には東アフリカ作戦でイタリアが占領したものの、1941年にはイギリスが奪回した。1960年代以降、近くのエリトリア人やエチオピア人、さらには 南部のヌバ族などが難民としてカッサラに大量に流入してきた。ありがとうございます。